何をする。お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める。ジェノバ細胞。クラウド、よくやった。だが、ジェノバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし、世界も道連れだ。真なる犬め。これがソルジャーなのか。病気のお見舞いしてやれ。明日を望みて散る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない。ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。
約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら、道連れだ。ジェネシス。Combat mode.Combat mode.
Activating combat mode. Conflict resolved. 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 Activating combat mode. Oshimai! Conflict resolved. Activating combat mode. Activating combat mode. ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。出やりゃ。コンフリクトリゾルブ。
Activating combat mode. Jana! Conflict resolved. これならどうだ。でありゃ。おっしゃ。Conflict resolved.
ジェネシスとは、本当なら俺が戦うべきだった。たく、誰が仕向けたんだよ。だが次は、お前自身の仕事だ。どういうつもりだ？よせよ！待っている人はいるんだろう？アンジール、本気かよ。いいぞ、アンジール。我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子？黙れ！俺の父は死んだ！ならば、母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ、自ら命を絶った。恥か。それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリア。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった。認めよう。だがアンジー、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧だ。ザックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか、世を苦しめる者全てと戦うと約束したよな。うん、でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ、取り返しがつかないことになるぞ。これまでだから頑張ってるって。
ソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやれ。見ろ、大きなお世話だ。ザックス、よくやった。あとは頼む。誇りを忘れるな。夢を持て。
英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。ねえザックス、上の町に行ったら空近いんだよね。怖いけどお花たち喜ぶかな。ソルジャーになりたいって？頑張れよ。ソルジャーは全員揃ってるのか？はっ。みんな新人だってな。はい、よろしくお願いします。一個だけアドバイス、いや命令だ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。はっ。必ずまた全員でここに戻るぞ。行こう。